月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります社会福祉法人山並会阿蘇くんわの里にお勤めの職員の方をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、森本亮斗と申します。20歳です。で、住んでる地域は乙姫になります。森本さん20歳ということは、この前が成人式。はい、そうですね。はい。こちらにはいつ頃からお勤めだったんですか？高校卒業してすぐからなので、もう1年と8ヶ月になります。どうしてこちらにこう働きたいと思った、何かそのきっかけとかはあるんですか？はい、一応祖母の紹介でこういう仕事に興味を持ち始めて、ここの仕事をしてみたいなと思ってここに、はい、来ました。普段はどんなお仕事をされてるんですか？自分がいる生活介護という事業の場面でですね、利用者様の生活に直接関わるような入浴食事とか、そういった面で、はい、関わったりするような仕事をしています。お仕事は大変ですか？はい、結構大変ですね。でもその中でもこうやりがいだったり、何か仕事のこう喜びみたいなところは何かありますか？意外と利用者さんに癒されたりとか、そういう場面もありますので、結構いいところはたくさんあります。はい。若くしてね、福祉の世界にこう働くっていうのはなかなかないと思いますけれども、本当に頼もしい、ね、人材だと思います。ではちょっと個人的なところも聞いていきたいんですが、まあ、20歳なのでまだまだ先かと思いますけど、結婚願望とかはあったりしますか？今は特にはないですね。そうですね。まあね、まだまだお仕事とかね、いろいろ楽しいこととかもいっぱいあるので。では、じゃあ、例えばどんな人がタイプとかはありますか？家庭的でしっかりした人ですかね。じゃあ、いつか結婚するならそういう人。はい、はい。じゃあそんな人とデートするなら、阿蘇市だったらどこに行きますか？阿蘇の景色がいいところをドライブとかしてみたいですね。はい、では最後にお勤め先の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。はい。阿蘇くんわの里では、知的障害のある方や、身体障害のある方が集い、一人一人の個性を生かしてですね、働く喜びを知ってもらって、自立をするための入所・通所施設を完備し、トータルでサポートを行っております。また鳥取大学の特許技術を使用した、製法でバイ製品を作って、販売もしております。使えば分かる製品ですので、ぜひ一度お試しください。はい、では最後に決めポーズで、お願いします。今月のフレッシュマンは阿蘇くんわの里にお勤めの森本さんをご紹介しました。せーの、フレッシュマン。